ジャスティン・アラリック・キッチン・ホリデーは、アメリカ合衆国、カリフォルニア州、ミッション・ヒルズ出身のバスケットボール選手。NBA のインディアナ・ペイサーズに所属している。1歳下の弟は、ミルウォーキーバックス所属のドリュー・ホリデー。また7歳下の弟アーロン・ホリデーも、インディアナ・ペイサーズ所属である。ワシントン大学で4年間在籍し、2010年には、パックマイナス12の、 ディフェンスチームに選出。アイザイア・トーマスとのガードコンビで活躍したホリデーだったが、2011年の NBA ドラフトでは、どのチームからも指名を受けることはできなかった。ホリデーは、ベルギーのオカピアールスターでプロデビュー。クリス・コープランドと共にプレーし、リーグ優勝を経験した。2012から13シーズン開幕前は、クリーブランド・キャバリアーズと、 ポートランドトレイルブレイザーズのシーズンキャンプに参加したもののいずれも解雇。ブレイザーズを解雇された際に参加のアイダホスタンピードに送られ NBA を目指すことになった。そして2013年4月1日弟のドリュー・ホリデーが所属するフィラデルフィア・セブンティー・シクサーズと契約し念願の NBA 入りシーズン終了までドリューと共にプレーした。その後 ドリューが2013年の NBA ドラフト開催日にニューオーリンズペリカンズに放出されたのに伴い、ジャスティンも8月に解雇された。2013から14シーズン開幕前はユタジャズのシーズンキャンプに参加するも解雇。同シーズンはハンガリーでプレーした。2014年の NBA サマーリーグはゴールデンステートウォリアーズの一員として参加し、9月に契約を勝ち取る。 シーズン2さんは50試合の出場で平均4.3得点に終わったが、ホリデイは NBA チャンピオンを経験した。2015年7月、サイントレードでアトランタホークスに移籍するも、2016年2月にシカゴブルズに放出。同年6月にはニューヨークニックスに移籍した。2017年7月2日、シカゴブルズと2年900万ドルの契約を結んだ。 2019年1月3日、マーション・ブルックスらと交換で、メンフィス・グリーズリーズにトレードされた。オンエイプリル7、2019年4月7日のダラス・マーベリックス戦で、キャリアハイとなる30得点を記録した。弟、ドリューの妻は、元女子サッカー選手のローレン・ホリデーで、アメリカ代表でも活躍。ドリューとは、UCLA 時代に知り合い、2013年7月に、 結婚した。2016年、第一子を妊娠中のローレンに脳腫瘍が見つかり、ドリューは無期限休養を発表して妻を支えることになった。無事女の子を出産した後、夫妻に代わってジャスティンが世話をしている。その後行われた腫瘍的出手術も無事成功した。また7年下の弟アーロンは2018年の NBA ドラフトにて全体23位で、 インディアナ・ペイサーズに指名され入団した。ジャスティン自身が2019年7月にペイサーズに入団したことにより、兄弟が同チームに所属することになった。ありがとうございます。